チャウス山古墳、または、ゼゼチャウス山古墳は、滋賀県大津市秋葉台にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。滋賀県では、第3位の規模の古墳で、4世紀末から5世紀初頭頃の築造と推定される。本校では、チャウス山古墳の南方にある小チャウス山古墳についても合わせて解説する。滋賀県南部。 琵琶湖南岸の丘陵線端部に築造された大型前方公園墳である。古墳域には現在までに秋葉神社が祀られている。墳形は前方五円形で前方部を東方に向ける。墳球町は124メートルを測るが、これは滋賀県内で安土病炭山古墳、郊人山古墳に次ぐ第3位の規模になる。墳球表面では吹石のほか、 各段で円筒派庭列が、墳町で軽症埴庭が検出されている。主体部の埋葬施設は不明。南方には埋葬と見られる小茶臼山古墳がある。この茶臼山古墳は、古墳時代中期の4世紀末から5世紀初頭頃の築造と推定される。大津市域の主張墓としては、三子山一号墳、和寺大塚山古墳に着く時期に位置づけられる。 被壮者は明らかでないが、彦竿や大友王子一族の墓とする伝承があり、公園部墳町には、大友王子伝承にまつわる構成の塚ごきが依存する。古墳域は1921年に、小茶臼山古墳の古墳域と合わせて、国の史跡に指定されている。古墳の規模は次の通り。墳形は、奈良の先量山古墳と、掃除型をなす。 先量産古墳と掃除系の前方後円墳は、機内を取り囲むように分布することから、築造当時に、機内性的な領域支配が存在したとする説がある。小茶臼山古墳は、茶臼山古墳の南約200メートルにある古墳。形状は円墳。直径約18メートルを測るが、未調査のため詳細は明らかでない。位置関係から、茶臼山古墳の倍長とする説がある。 注釈出展商チャウス山古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。